さあ、それでは優勝インタビューが行われます。中野、こちらでお願いします。放送席、放送席、そして神宮球場の皆さん、2シーズンぶり33度目の栄光、慶応義塾大学江藤翔吾監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。粘る早稲田を振り切って再び江藤監督のもとに天皇杯が戻ってきました。今の気分いかがですか？そうですね、ちょっと今日の戦いは厳しかったですけど、まあ良かったですよ。ライバルの早稲田が本当に最後の最後まで粘りましたね。そうですね、あれだけの力を、ね、発揮して、やっぱりなかなか手強かったです。はい、去年の春以来2度目の江藤監督にとって胴上げ、感触いかがでした？もうなんかね、ついてますよ。ラッキーです。最後のアウトを福谷投手が取った瞬間、どんな思いでした？まあちょっと覚悟してましたけどね、延長になったらどうしようかなとかね、そういうことを思ってました。はい、去年はこのインタビューで涙もありましたが、今日は涙はないですね。いやいや、後で泣きますよ。もう今ちょっとそして監督、今シーズンの優勝は慶応にとって92年の秋以来37シーズンぶりとなる完全優勝、全大学から勝ち取りました。強かったですね。そうですか。いや、すみませんでした。ありがとうございます。完全優勝を成し遂げた選手たちに一つ声をかけるとしたら、どんな言葉を言われますか？よくやったなとは言いたいですけども、ちょっとまだ物足りないから、もう少し絞ります。厳しいですね。それでは監督、次に向けての目標をお願いします。はい、今年は、大学、東京の大学の代表としてなんとか日本一になりたいと思っています。それでは最後に、この慶応義塾大学の大応援団に一言お願いします。本当に ありがとうございました。優勝しました慶応義塾大学、江藤翔吾監督でした。さあ、それではまず投手陣のヒーローにしていただきます。この優勝がかかった早慶戦勝利投手、竹内大輔投手です。ありがとうございます。竹内選手の目にちょっと涙も浮かんでいる感じますが、最後のアウトを福谷投手が取った瞬間、どんな思いでした？でも本当、なんていうか、なんか申し訳ない気持ちでいっぱいだったんで、本当最後一つアウト取ってくれて本当嬉しかったです。今日のピッチング、自分では納得いっていないところがあるんですか？いや、本当しっかり投げれたらよかったなと思ったんですけど、情けなかったです。ただこの優勝がかかった早慶戦で1戦目2戦目ともに先発を任されました。どんな思いで盛り上がりました？でもとりあえず先制点は与えたくなくて、絶対勝ちたかったんで、本当気合い入れて投げました。そしてこの優勝を決めた今日の試合、勝利投手です。見事なピッチングでしたよ。ありがとうございます。まだまだなんで、次に日本選手権で頑張ります。そして隣にいる福谷投手が最後締めてくれましたね。最後は福谷を信じてました。さあ、竹内投手、じゃあ日本一に向けて最後に皆さんに誓いをお願いします。でも絶対日本一になって、もう一回こうやってインタビュー出れるように頑張ります。おめでとうございました。我々待ってます。さあ、そして胴上げ投手です、福谷浩二です。ピッチングでした。ありがとうございました。最後ライバル早稲田が粘りましたね。いや、どうなるかと思ったんですけど、本当に勝ってよかったです。最後のアウトの瞬間、どんな気持ちでした？いや、なんか終わったなって感じです。今シーズンの福谷投手、抑えの守護神としてフル回転でしたね。いや、まあどうなんですかね。まあ守護神として少しでも、このチームが意識してくれれば僕はいいんで、そういう意味で良かったです。
今シーズン始まる前に江藤監督からこの抑えで今年は行くぞと言われたんですか。そうですね、全体の場で言われたので、はい。そして今シーズン抑えとしてマウンドに上がってどんな思いを心がけていたんでしょうか。先発陣、まあ、大輔もしっかりですけど、つないだら絶対勝つというつもりでやってたので、こういう結果につながって本当に良かったです。福谷投手は今シーズンチーム13試合中12試合に登板、そして最優秀防御率のタイトルも獲得しました。ありがとうございます。さあ、それでは次の目標がありますね。そこに向けて一言お願いします。選手権では完封して優勝したいと思います。本当に今日はありがとうございました。胴上げ投手、そして最優秀防御率に輝いた福谷投手でした。さあ、そして最後はこの人に来ていただきました。優勝しました慶応義塾大学キャプテン伊藤隼太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、やはりと言いますか、この優勝がかかった大一番、大事な大事な一本を伊藤選手のバットから放たれましたね。そうですね、まあ、1回戦で、自分不甲斐ない、バッティングしていたので、もうここは早慶戦思い切って楽しもうと思って打席に立ちました。はい、どうですか、胴上げされたこの優勝の気持ちは。されたことなかったので最高でした。はい、ちょっとね、目に涙も浮かんでるかもしれません。まあ、去年の春も慶応は優勝しましたが、キャプテンとしてこの優勝した今の思いというのはどうですか。もうリーグ戦前から本当にいろんな重圧の中で、やってきたんですけど、本当に完全優勝を狙って完全優勝できて本当に最高です。はい、慶応義塾大学にとっては37シーズンぶりとなる完全優勝、一つ歴史を作りました。頼もしい今見てるチームメイト、どうです。そうですね、ちょっと茶化してくるようなやつばっかなんですけど、本当に試合になったら頼もしくて本当にいい仲間です。はい、さあ、今シーズンの慶応の優勝に当然伊藤選手の個人の成績大きく貢献しました。戦後史上13人目となる三冠王にあとヒット1本届きませんでした。ただ伊藤選手、ホームラン、打点、ぶっちぎりの2冠王、そして打率も4割を超えました。素晴らしい活躍でしたね。持ってないですね。はい、持ってないです。はい、ただね、この優勝がかかった大一番で打つ、そこはやっぱり持ってるんじゃないかと思うんですが。持ちきれてないですね。はい、すいません。はい、じゃあこれはやっぱり次に向けて、まだ伊藤選手次の目標があるということでいいんですかね。もちろんです。まあ、まず日本選手権、てっぺん取って、また春秋連覇、去年できなかった春秋連覇っていうのを目指してやっていきたいと思ってます。はい、さあ、それでは最後にこの三塁側の慶応義塾大学の大応援団にキャプテンとして一言お願いします。本当にこの2試合、苦しい場面もありましたけど、この三塁側の皆さんの声援が本当に力になりました。日本選手権も日本一になって、またこの場でインタビューを受けたいと思ってます。本当にどうもありがとうございました。慶応義塾大学キャプテン伊藤隼太選手でした。もう一度大きな拍手をお願いします。